チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。イベントクエストに一つの噛んだ、一つの節目が来ました。前回、イブシマキヒコだった、そのクエストは、今回は、とうとう、ダンダダンダン、雷神、降臨。竜宮砦跡で、ナルハタタ姫発見の報告が届いたでゲコ。で、イブシマキヒコ発見されてない。何やら、ナルハタタ姫からは、凄まじい気迫を感じるゲコ。くれぐれも用心して挑むゲコと。いうわけで、おそらく、強化個体の、まあ、ラスボスということになりますね。でないと、ラスボスの意味ないし、こいつの意味ないからね、強化個体じゃないとね。何が、来たってさ、もう、強化イベクエって、あとラスボス、本当のラスボス炎元ぐらいしか残ってないんですよ。あと、まあ、イベント用のバルファルクとか残ってるかもしれないけども。で、コラボイベクでしょ。これは、イベントクエストの節目折り目なのではないかというね。そういったところでございますよ。この、お互いに、うまいこと会いに行くことのできない二人。私が、今、会いに行きます。マキヒコちゃんと。待てよ、でも、このマキヒコちゃん、雷神、風神、降臨ってきたら、次、ダブルスじゃないですか？出会った二人が来るんじゃないですか？え？お二方さんよ。このハンターちゃんを、何？出会いのための、出会い中のための、布石として、お互いに傷つけ合ったから、傷舐め合おうね、的な感覚で、最後のイベクエ締めくくって、まあ、結果、マキヒコは食われるみたいなね。これワンチャンイベントクエストで、マキヒコがナルハタ姫を食う、食うとかないですかね。そういうイベントが来る。で、ここ、節目なんだよね。モンスターハンターライズ、何、サンブレイク発表されて、まあ、毎週、ポンポンポンと、こう、境界イベクエ。が来てたわけですけど、これだって来て、コラボ来て、で、セガの、ソニックコラボ来て、ってなった時に、じゃあ次何出すってことだよね。じゃあイベクエ止めるかっていう話だから、ここちょっと要注目していただきたい。というわけで、姫さんよ、今後のイベント祈願のために、お前にはここで、消えてもらうぞ！まあ、ここはでも、なんか特に、なんか、いつも通りだね。いつも通りですね。この最初の方向から何も変わらないですよ。ん？今日は特別なおめかしをしてきたわけではあるまいか。普通の？ん？別に？マキヒコと会うときにおめかしなんかしないんだからね。え？こんなところでやってきたっけ？あれ？場所こんなところでもやってきたっけか？なんかいつも奥でやってるイメージがあるけどね。さあ、そのお腹の脂肪を、圧倒的脂肪を、この私が、そぎ落として、ダイエットさせてあげるってことですよ。いやー、その、お腹もね、魅力的なんですけど、やっぱりね、ここはね、マキヒコさんと、出会うではですね、まあ、一回少し落としておいた方がいいかなと、思われますね。なんでね、私のこの、双剣施術に、お任せ、あれなんか、リズム違う？気のせいか？なんか気のせいかな？私がナルハタタをやってなかっただけかな。炎元はね、宇宙やってましたけど。今ですよ、施術台にお乗りください。施術台にお乗りください。お客様、施術中に動かないでください。まだ終わっていません。おっと、こいしょ、どうせせい、なんとしても、姫の、じゃあ待って、姫の、よっしゃ、タイミングも完全に忘れている。くぜー、くらえ！いましたね。姫のダイエットを成功させ、そして、マキヒコとの、あばばばばば、いや、これ火力上がってるな。多分だけど、バルファルクで戦った時の、元々の姫って、そんな強くなかったから、ダメージなかったから、これ上がってますね。そう、姫のこの脂肪を削ぎ落とし、そして、マキヒコとの、婚姻を成功させなければ、我ら、ナルハタの、ナルハタ藩は、何、お家取り上げになってしまう。お家取り潰しになってしまう。姫、なんと、やばば、姫、ドーナツばかり、ドーナツよくありませんぞ。ドーナツは、この秋の、まあ、秋なかったけど、敵、冬は、こたつという魔物が、襲ってきます。その、こたつに入る姿勢で常に、動き回っている。姫が、この後のこたつの誘惑に、こたつとみかんの誘惑に耐えられるわけがない。
今痩せて おいて、そして牧彦殿にその写真を送りつけておかなければ、このままでは我らが家は代々伝わる、ちょ待て、どうなって、父上が大層お悲しみになられてしまいますよ。父上がいる？父上は誰なんですかね。ちょっと待って、ちょどうせそぎ落として牧彦殿にめっちゃ加工して送るんだ。全力で加工して、今の姫のお腹では加工では間に合わない。どうせやれ姫の腹を。危ない、姫がドーナツをめっちゃ落としてくる。やめてください。そんな食べ方はミスタードーナツに怒られますよ。ちょ、園芸の姫となって、園芸の姫となって、そのあの美貌を取り戻して、姫が自暴自棄にとうとう私に手を挙げるとは、くそ、親父にも撃たれたことないのに、これは長期戦を覚悟せねばならん。あの姫、痩せる気がないようだな。いざ行かん。姫、今度こそその腹お覚悟召されよ。お覚悟召されよ。さすが、しかしさすが姫、牧彦殿とはやっぱダメージでかい。ちょっと牧彦殿とは強化されたかどうかよくわかんない。牧彦殿とはやっぱり金と血筋だけで、金と血筋だけの牧筋が違う。その圧たるや、逮捕。姫、このサプリメント今大量投入です。1日1錠までと言われましたが、姫の体力であればこれは数十発はいけるはずですよ。そしてすかさず施術剤のせ。姫、今この脂肪をプンプンの豚骨背脂みたいな脂肪をそぎ落としますぞ。ギアス、ダメージでかい。やっぱ強くなってる。絶対強くなってる。これ全然いつもながらのあれだからね、フルバルファルクだからね、これ来てますね。体力は私が多分下手なだけだけど、姫のね腹の脂肪をかっさばくのが下手なだけだけど、あーすごい、うわすごい、神がかった回避、神がかったかー、よいしょ。やはり腕から狙うべきか。めんどくさがらずに、どっせい、そのあれですぞ、姫に真珠、あ間違えた、姫に真珠じゃない、あのなんだっけ、あの猫にナルガクルガに、あばばばばば、ナルガクルガにルピーですぞ。ルピーは違くねえか、ゼニーですぞ。その腕の飾りでは今の状態では飽きませんよ。いやよいしょ、よく縁で私は姫を倒せたな。初見で倒せてないか、昔やった時はな。でもこんなにこの装備でこんだけかかって手をするこのバトルでよく倒せるようになったな。どうした、何が出てきた、大砲か、大砲だ、サプリメント大砲だ、くらえ、サプリメント大砲。姫、今お腹に直接注射で注入しますぞ。何それ、大砲に対してそんなん打ってきたっけ、もうそんなんやってきたっけな、そんなんありましたか、なんかリズム違くないですか、普段とこんなにいろいろやってきたっけか、こんな遠くでも、なんか毎回中央部に移動してから攻撃してたイメージありますけど、姫あの端っこでいろいろやってきたっけ、どっせい、よしよしよし、ドララ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 、くまなく、ドララ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 ラ、うわー、私のメスが、私の自慢のメスが、あー待って、ワンチャンダイブ、違うダイブじゃない、おろして、あ、施術台から出してしまった、よいしょ、今度こそ、うわー、これたくそが、待って回復して、よいしょ、今です、バツボウです、バツボウ、ちょ、くらえ、姫、うわー、また壊れた、くそ、姫の圧に耐えきれず、施術道具が、すべて破壊されていく、これが、姫の油ということか。これを前にして、動じない、鳴彦殿はやはり、ただものではない。よし。1000ダメージやっと入ったで、ござそうろう。これいけるか？すごいぞ。久々に、
久々に回復薬グレードが切れようとしている。よっこらしょ。さあサプリメント、本日数十粒目のサプリメントが今姫に投入されていきます。やったー。お、そうかそうか、姫もこれだから珍しいよね。本来だったら穴に落ちて終わるところがやっぱ終わらないんだな、雷神流の袋に。で、こう、そうか、剥ぎ取れるのか。あ、いいね。強化個体だけど、剥ぎ取れるんだ。あ、でも、剥ぎ取り回数は一緒か。ドロップ品からね、剥ぎ取ったからさ。さあ、あれですよ。油を切除しますよ。こんな、諦めてください。成彦殿と会わないと。これ、ストーリー進まないんでね。これ、ちゃんと、これで、成彦殿と会いましょう。白目を向かない。白目を向かないで、乙女が。ダメですよ。報酬は多分、特にないけど、多分報酬、通常報酬が、イベント報酬はないけど、通常報酬が変わってるんじゃない？いや、結構かかったな。さて、お、いいね。玉、ルリゲンジュ、ギルチケ、装飾品。あれ？カットくれないのか。カムラチケットはないか。まあ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 、でもいいんじゃないですか。まあでも、姫は、イベントじゃなくても普通に戦えるから、そこまでかな？そこまで、繰り返すようなものではないから、成彦さんみたいに、成彦じゃない、ずっと成彦って言ってたわ、巻彦さんみたいにカムラチケット周回できるのかな、それともやってれば落ちるのかな。もしカムラチケットが落ちるんだったら、実はあれだよね、チケット集めとマカツボを集めできるから、かなり美味しいクエストになりそうですね。さて、とうとう姫がイベクエでやってまいりました。残すは怪しいのは、だからマガイマガドと、あとバルファルク単体って来てなかったよね、確かね。で、バルファルク単体でしょ。で、まあ、コラボクエストも挟むけども、今、10月22でしょ。だ、今月末コラボクエが来て、だ、11月だよね。もし、サブレイクまで本当に何もないんだとすれば、多分、11月あたりは、ソニックコラボだけになるんじゃない？めぼしいコラボが。イベントクエストが出ないと、だってイベクエね、無理じゃんね。なんか2頭討伐とかも結構やってるしな、全部の組み合わせ試すかみたいな形になりますもんね。なんで11月は結構注目の月になるんではないでしょうか。てなわけで、今週も楽しく狩らせていただきました。誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。 TU